HP200LXHP200LX はヒューレットパッカードが1994年11月に発売した PCXT 互換アーキテクチャの携帯型パーソナルコンピュータである i b m センクパード220などの小型軽量な機種の登場によってモバイルコンピューティングの可能性が注目されることとなったが中でも本機は特に小型軽量でかつ 汎用電池で長時間駆動できるという点で、際立っていた。閉じた状態でおよそ 1692.5cm、重さ 320g ほど。炭酸型アルカリ感電池2本で、連続20時間以上動作した。CPU は 80C186 で、当時としても非力な方ではあったが、3MB の ROM 中に MS DOS V5.0 を内蔵し、 システムマネージャーと呼ぶシェルのもとで動作する PIM、ロータス1から2から3など多くのアプリケーションを搭載していた。内蔵ラムは1から4メガバイトで、このうち640キロバイトがシステムラムとなり、残りはラムディスクとして用いられる。画面は CGA 互換のモノクロ64200ドット2階調、または32200 20ドット4階調の反射型液晶で、 バックライトはない。画面の縦サイズが小さいため、縦方向におよそ1、2に圧縮された形になる。PC カードスロット、独自コネクタの RS-232C ポート、赤外線ポートを、各一機備える。DOS を ROM に内蔵し、RAM も常時バックアップされているので、電源 ON で瞬時に前回電源オフ時の状態に、復帰する。電池交換時もボタン電池 CR2032。 によりバックアップされる、日課と電池も使用でき、充電回路を内蔵していた。外部ストレージには、サンディスクとの共同開発による、PC カード型のフラッシュディスクが採用された。しかし、PC カードスロットが1機しかないため、カード型モデムを用いるときはストレージを取り外さねば、ならないので、モデムとフラッシュディスクを一体化した PC カードが、サードパーティーによって開発された。 1993年に発売された全モデルの HP100LX がマニアの手で日本語化されてパソコン通信で広まったが導入にはかなりの手間を必要とした。しかし HP200LX の登場に伴って岡谷システムウェアから日本語化キットが発売され作業が大幅に簡略化された。これによって パソコン通信や PPP 接続によるインターネットメールも手軽に利用できるようになったが CPU パワーが十分とは言えずモノクロ液晶ということもあってブラウザはリンクスベースのテキスト主体のものが多く使われており実用性は乏しかったなお日本語化といってもロムに内蔵された OS に付加する形で作られているので DOSV のように完全な対応は困難であり アプリケーションによっては期待通りに動作しないこともあった。HP200LX は1980年代に広く使われたポケットコンピュータとは全く異なる立派なパーソナルコンピュータであり、画面はモノクロとはいえ CGA 互換であるから、マイクロソフトの GW ベーシックがグラフィックを含めて完全に動作するので、ポケコンベーシックをはるかに上回る高度な処理が容易に、 実現できる。キーボードには HP が長年電卓に用いているものと同様のしっかりしたクリック感のあるボタンが採用されており、小さい割には操作しやすい。しかし、小型軽量化に重きを置きすぎたためか、開閉部のヒンジ周辺が強度不足で割れやすい上、液晶回路のコネクタが接触不良を起こして画面に縦筋が現れやすいといった深刻な不具合も見られ、 ハードウェアの信頼性は必ずしも十分とは言い難いものであった。HP が1999年11月をもって HP200LX の生産を終了すると発表した際にはユーザーによる反対運動が起きた。同社が後継機とみなしていたハ a ダシリーズはハードウェアの脆弱性こそかなり改良されてはいたものの OS が Windows c e であり、 HP200LX とは似て、非なるものだったからである。しかし、寸法、重量、消費電力を大きく変えることなく Windows を搭載することは極めて困難であり、HP200LX 上位互換の後継機はついに登場しなかった。ちなみに、1996年にはすでに東芝のリブレット二重型が発売されており、当時世界最小。 最軽量の Windows95 搭載機ではあったが、HP200LX に比べるとはるかに大きく、重く、乾電池による駆動もできなかった。HP95LX80885.4MHz 240128ドットに会長。1991年5月発売。HP100LX80C1867.91MHz 64200ドットに会長。1993年5月発売。HP1000CX 内蔵ピムなし。アマニゴ 100OS として、JOS を搭載し手書き機能を持たせたもの。アマニゴ 700LX のキアの GSM 形態を 200LX に合体させたもの。ありがとうございます。